この赤レンガは私にとって思い出の多い場所で、私が初めてメリーさんに出会ったのは港祭りの日だったんですね。で、私が審査員をしていたらニューグランドの横で真っ白に顔を塗ってじっとこっちを見据えている腰の曲がった一人の女性に出会ったんです。私を見つめていて、あなた私の生きてきた今までをどう思うの、答えてちょうだいと襟首をつかまれたような思いでした。それで隣の人に聞いたら、五代さん、あの人は横浜の名物ですよ、優しく温かく、そうおっしゃってました。それから取材を始めました。そして彼女のことを追いかけていくうちに、かつてこの横浜も戦争があり、その後を生きてきた女性たちがいたことを知りました。私がいつも子供の頃から慣れ親しんでいた伊勢崎町、あの町が全く違って見えたんです。そして私は杉山義宝先生にこの物語を書いてほしいと資料を渡しました。そしたら先生が、みっちゃん、俺は日本の戦後史を、横浜の戦後史を書くよと言って一つの脚本にしてくださいました。それが横浜ローザです。演じ続けてもうすぐ25年ですが、この赤レンガでは2003年から16年間演じ続けています。たくさんの人がまた来年もローザさんに会いに来ますねって声をかけてくれるようになりました。いつしかローザはメリーさんの物語ではなく、横浜ローザの物語として命を持ち始めてきました。このすぐ先で先生が言った言葉が今思い出されます。まだここ有刺鉄線に囲まれていて、たくさんの雑草が生えていた頃に先生が、みっちゃん、いつかアメリカでこの横浜ローザをやろうよ、そして勝った国も負けた国もない、この国で生きた一人の女性の物語を伝えようよって言ってくれました。先生は今はもういなくなりました。でもこの横浜ローザはこれからも私が命のある限り演じ続けていけたらなと願っています。